暑い。どれ、これに餌あげます。イニザギ、うわ、いるよ、あげな。うわうわ、でかっ。インザギ、森島です。あのキャプテンの杉ちゃんからバトンもらいました。よろしくお願いします。来ました。いっぱい食べると、はい、はい、誰が博士だろうね。マズマソに来ました。でねうなぎいっぱい色をつけます。あれが博士だろうね。じゃあ鶏から行こう。うまっ。うん、美味しい。バランスよくね。めっちゃうまっ。いきます。美味しそう。上で食べよう。美味し練習終わりました。今日は腹がやばい。あ、練習終わりました。アフロ仲間のジョン役です。うっす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 。あ、マナちゃんや。いや、リョータです。リョータです。お疲れ様です。絶対負けない。負けない。練習です。暑いっす。大石くんがいます。こんにちは。いいね、なんかこの風景が。はい、この時期、今日は藤枝総合の下の人工芝で練習です。まあ、大体みんな1時間前に来るかどうかですが、やっぱり、ね、意識高い人はねちょっと早く来てるんで、ね、おはようございます。
こうやって準備してくれると思います。はい、この番でこう必要なものをいつも用意してくれます。お疲れ様です。いつもありがとう。はい、いや、ありがとう。ヤマさん、どうしたの？ヤマさん、どうしたの？ヤマさん、確認？なんか、もう、もう、もう、違う。こういう風に、まあ、準備していると思いますし、テープをしてくれて、ボタージュ、おはようございます。どう、暑いっすか？痛いっす。やるっすか？やっぱやるっす。一発芸お願いします。一発芸、じゃあ、じゃあ、もっと強くいかないともっと強くいかないと、足がもうやばい。じゃあ、もう結構落としてるもん。俺も落としてるもん。寝たないもん。いや、絶対つけるよ、あなたは。先輩は、終わり。いや、つけるよ、先輩に、だから先輩に言いたいことある？先輩は、はい、あいつがやればいい。あいつがやればいい。先輩だ。じきじきの大先輩。ヤマさんって、なんでそんな優しいんですか？優しい、優しい、優しいじゃん。そのそれやっぱどういう心でいるんですか？まあ、腹立つ時もあると思うんですけど、何なんですかその優しい心は。やっぱこの人はね、本当すごいんですよ。本当にやっぱ俺、静学で鍛えられてると思ったら、結構静学で甘やかされてたみたいなんですよ。ああ、そうやね、そんな感じだったね。衝撃でした。ちょっとなんか俺、この間の感じ見て、俺やっぱ矢田さん、ちょっと甘やかされたのかなって。厳しい時は厳しく、まあ、やればいいと思うけどさ、だから俺らとちょっと違いましたね、静学の。まあそうだね、特別扱い、矢田さんされてた。そうやな、マジで。はい、伊田さん、俺もめっちゃ好きです。めっちゃ好き。いや、伊田さん、俺もあったけど、すごい、すごい、ほんとオーラあったわ。おはようございます。おはようございます。こんばんは。ちょっと真面目に喋ろうかなと思ってるんですけど、まあ上半期終わって、前半終わって、まあ藤枝真由氏としての、森島康人っていう選手としてはね、全然貢献できてなくて、まあ試合も絡めず、本当に、まあ本当に試合に出たいっていう気持ちはすごくあるんですが、まあ出れないっていう状況で、まあ自分に対してもすごく、まあ、見つめ直す期間として、この中断期間、いい期間だなと思って、まあ9連休やったんですけど、まあ1日しか休まず、ちょっと自分でもすごく体を動かしたりとか、できたので、どんな理由でさえ、自分の、に帰ってくると思うので、自分のことに対してちょっと見つめ直そうかなと思って、ちょっと今は、やっています。まあ団体スポーツの難しいところっていうのは、自分がいくら頑張っても、まあ監督がいて、組織としての判断があって、選ばれて11人やっぱ選ばれると思うので、そこの11人に立つようにしっかり頑張っていきたいなと思います。自分が藤枝に来た以上、
本当に藤枝の前牛のためにやりたいなっていう気持ちはあるんですが、上半期、まあ、前半戦はできなかったっていうのは自分の力不足なのかなと思って今割り切ってやれてます。本当にお客さんっていうのは、お金払ってスタジアム来て、見に来てもらってんのに、ああいう不甲斐ない試合をしてしまったっていう責任として後半戦は、しっかりやっていきたいなと思うので、しっかり、引っ張っていけるかどうか分かんないですけど、まあ、引っ張っていくっていう気持ちはすごくあるので、まあ、自分としてできるところはやっぱ、まあ、勝負、ピッチに立ったらみんな年齢とか関係なくね、やらないといけないっていうのもできてない状況なので、やっぱみんなこれを発信したいなと思うので、まあ、言いたいこといろいろありますけど、なぜか僕にバトンが回ってきたんで、いい機会かなと思ってこういう話をしてみました。まあ、こういうリアルな感じを出すっていうのもすごくいいのかなと思うんですけど、まあ、まあ長くならないように、髪の毛はなんでパーマあったかも分かんないんですけど、ちょっと当てたいなと思って、自分の中になんか変化欲しいなと思ってやってたんですけど、まあ、似合ってる似合ってないとかそんなどうでもよくて、はい、以上です。また。いやー、ほんま後半戦絶対負けない、負けない、絶対負けないよ、絶対負けない、負けない。次は秋元選手です、お願いします。頑張ります。次は山本選手です。もう一回。